ハプログループ I とは、分子人類学において、人類の不景を示す、Y 染色体ハプログループ U の分類で、ハプログループ I 値の固系統で L、L41、M170、M258、P191、P192、P193、P194、P195、P38、P212、U179 の変異によって定義されるグループで、ある。 4万から5万年前にヨーロッパ、または中東で誕生したと考えられる。途絶えずに現代の人に直系の子孫を残す、海系統の最も近い共通祖先はお,およそ2万5千から3万年前に遡ると推定される。ヨーロッパに高頻度である。I1 系統が北欧に、I2 系統がバルカン半島に多い。ヘルツェゴビナ人に63.8%、 ルーマニア人に48.1%、ボスニア人に42.0%、ノルウェー人に40.3%、スウェーデン人に40%などである。ハプログループ C1A2 に次いでヨーロッパに分布を広げたグループであり、32000から22000年前にヨーロッパに至った。コンゲモーゼ文化、スーイデリアン文化やクンダ文化の担い手と考えられる。サブグループ I1 は、 北方人種と愛にはディナール人種と分布の相関が見られる。イサーグ2011による1万3000年前のスイスのクロマニョン人を遺伝子調査したところハプログループ I に R に属すという結果が出た。これによりハプログループ I はクロマニョン人のハプロタイプであることが明らかとなった。ハプログループ I はヨーロッパ先住系の資料最終民だが後から ハプログループ G2R によってもたらされた濃厚と巨石文明を授容した。巨石記念物の作り手として、ハプログループ G2A と共にハプログループ I2R も検出されている。ハプログループ I は壁岸の分布と相関しており、壁岸遺伝子の担い手であったようである。また、金髪の分布とも相関している。ヨーロッパにおける 高身長地域とハプログループ I の分布が重なることから高身長との関連性も示唆される。ハプログループ I の担っていた言語は陰謀語などに言語交代したため完全に失われており、その詳細は全く不明である。しかし、ウラル語族のバルトフィン諸語の語彙には、その他のフィンウーゴル語派と共通しないものがあり、それは古い基礎言語に由来する可能性があること。 また特に、サーミ語に関しては、祖先は別の言語を話しており、後に、フィンウゴルゴを受け入れたという可能性が高いこと、また、ゲルマン諸語の語彙にも、その他の因語を語族と共通しないものがあることから、これらの基礎言語として、元来のハプログループ愛の言語の痕跡を垣間見ることができる可能性がある。ありがとうございます。